台湾国産潜水艦建造計画の一つの区切りとして、ようやく進水式を迎えるとの情報をキャッチしました。今回は、台湾初国産潜水艦建造計画、一番艦進水式を詳しく見ていきます。台湾への支援国が、謎のまま進んでいますが、日本も、何かの形で支援しているでしょうが、大きな声では言えない。オーストラリアがもたもたしている間に、台湾は、一番艦を進水することに成功しています。オーストラリアも、双竜型を購入してたら、今頃な。老朽化した潜水艦を更新するため、台湾は、2020年11月に、国産潜水艦の建造を開始しました。台湾メディアの報道では、9月28日に、高雄で、一番艦の進水式と命名式が行われる予定で、政府高官や各界の代表者も出席する予定ということです。台湾海軍の潜水艦戦力を紹介しましょう。1980年代に、オランダのズワールトフィス級潜水艦を土台として作られた海竜級潜水艦2300トンが2隻。第二次世界大戦中にアメリカで建造された電池級潜水艦2420トン2隻の合計4隻です。耐用年数切れというか、あまりにも時代遅れですよね。台湾としては、次の潜水艦を熱望していたはずです。当然、何度も、後継艦の調達が浮上しましたが、やはりというか、中国の圧力、横やりによってことごとく潰されてしまったのです。この状況に変化が生じたのは2018年でした。当時のアメリカのトランプ政権が、潜水艦建造に必要な技術や部品の台湾への売却を承認したのです。中国嫌いのトランプ政権が台湾に肩入れするのは当然といえば、当然ですよね。敵の敵は味方というわけでしょう。アメリカの動きに歩調を合わせたかのように、イギリスも 1.67 億ポンド相当の潜水艦関連の技術と部品の輸出を承認しました。ところが、実際に台湾で潜水艦建造を支援している国は不明でした。アメリカ、イギリス、フランス、インド、オーストラリア、カナダ、スペイン、日本、韓国などの名前が浮上したのですが、わからなかったのです。台湾に技術的なサポートを行った国の名が明らかにされないという理由は中国からの圧力が影響したとしか思えませんね。前述の通り、一番艦は2020年11月に高雄で建造がスタートしました。2023年9月に進水予定、2025年収益予定と発表されていましたが、スケジュールが前倒しされたことで9月28日に高雄の小湊区で、進水式と命名式が行われ、政府高官や各界の代表者が式典に出席する予定と報じられたのです。これが事実なら、日本の大芸型潜水艦と同じディーゼル脱リチウムイオン電池方式の潜水艦となるわけです。ちなみに、ロイター通信は、台湾は、潜水艦建造に必要な部品や支援を確保するのに、非常に、大きな困難を経験したと報じたことがあります。その一例として、あるドイツ企業を挙げています。この企業は、中国でビジネスを展開している親会社の意向という理由で、台湾との契約を突然打ち切りました。また、アメリカの同盟国で、通常動力型潜水艦に関する最も進んだ技術を持っているはずの日本でさえ、台湾支援を躊躇したと、ロイター通信が指摘していますが、日本、アメリカ、台湾の関係を考えると、興味深いところと見ているのでしょうか。防衛省関係者は、ロイター通信の取材に対し、台湾の潜水艦建造を支援するという構想が非公式に議論されていたことは事実だが、中国の反発を恐れて中止したと明かしました。元海上自衛隊のある人は、支援を中止したのは、中国を怒らせた場合の経済的な影響が危惧されたためで、中国でのビジネスを失うことを恐れた日本企業のロビー運動は非常に強力だと説明しました。中国とはビジネス最優先というのが日本政府のスタンスなのでしょう。だったら中国の違法操業に苦しめられている日本の漁業ビジネスも重視してほしいものだと思いませんか？台湾メディアも
潜水艦で使用するリチウムイオン電池を売ってほしいと日本へ要請したが、断られてしまった。なので、自主開発せざるを得なかったと報じていたことがありました。また、トルコから、タイ魚雷デコイ、おとりを調達予定だったのですが、果たして台湾が購入できたのか、まだわかりません。トルコは、バランス外交が上手ですからね、中国も台湾も、顔を潰さずに交渉できたと考えます。他国の兵器購入に、中国がいちいち文句を言う筋合いはないと思うのですが、台湾となると別問題なのでしょう。歴史的なねじれた深いつながりがありますから。自国領であるはずの台湾が、勝手に軍備を拡張することに神経を尖らせるのは当然といえば当然ですが、台湾の潜水艦ですが、大きさ的には、日本の渦潮型潜水艦くらいです。日本の場合は、領海が広いという事情があって、通常動力型潜水艦は、他国に比べて大型化していることを考えると、近海での運用がメインになると思われる台湾としては、順当なサイズだと考えられます。国防に関わる機密ですから、詳細な情報がほとんど出回っていません。運用が始まったら、概要だけでも情報が流れてきてほしいと思います。と言っても、進水式は今月ですが、引き渡しが行われるのは2025年ですね。本当ならすぐにでも配備したいところでしょうが、なんとも悩ましいでしょうね。結局、どの国が、台湾へ潜水艦建造の支援を行ったかは不明のままになりそうです。リチウムイオン電池の自主開発を行ったということですが、この短期間で独力で完成させることができるものでしょうか？本当にリチウムイオン電池を潜水艦に搭載していたとして安定して動かせるなら、どうにかしてこっそり日本が開発に絡んでいたと考えるのが妥当と思えますが、政府がそんな器用な真似はできないでしょう。そうした綱渡りができるぐらいの度胸があれば、むしろ嬉しいんですけど。台湾の国情に合わせた潜水艦の設計ができるところは限られますし、フランス渡りかなと推理しているんですが、ドイツが対中政策のせいで契約を打ち切ったという企業名は謎という話ですが、潜水艦に限ってなら、かなり重要なエンジンしか協力した可能性がないと思われるのです。今の西側の通常動力潜水艦エンジンだと、MTU、ドイツにあるロールス・ロイス社の子会社か、川崎重工業ぐらいの選択肢しかないはずです。となると、MTU が、陰で手を引いていたのか、過去に、潜水艦の実績がある、MAN、ドイツの自動車会社という手もあるのですが、この企業という可能性は低そうです。リチウムイオンに関して言えば、台湾にも、それなりの企業はあります。オーストラリアでの建造があったなら、管理が面倒な GS 湯浅のバッテリーより、商用で実績がある東芝の支部が搭載されるのではという話もあったので、万が一の安全性を担保できるなら、信頼性の高い商用バッテリーを潜水艦に搭載しても問題はないはずですが。全くの新規で、政治的な縛りなしでやるというのなら、消耗品をコッツ、COTS、コマーシャル、オフ、ザ、シェルフで購入するという手法もあります。コッツというのは、既製品で販売やリースできるソフトウェア製品や、ハードウェア製品、または一般向けにライセンス提供されるものを採用することです。新しく作るのではなく、今あるものを利用するわけですから、経費も安くできるはずですね。艦の大きさについてはまだ未公表のようですね。以前、台湾軍現役の海流型水中排水量2660トンに近いか、それよりもっと小さくなる見込みと報道されていました。それにしても、潜水艦の建造スピードは随分早いと思います。今回は進水式ですから、偽装は今後行うのでしょう。とはいえ、潜水艦の建造経験が全くなかった国が最初に手掛けた国産艦を3年で仕上げたというのは非常にスピーディーと感じます。一番艦の建造については広報の確認や工員の育成などもあるので、
どんな国でも、1年ぐらい、長めに時間を見積もることが多いはずです。にもかかわらず、この短期間で海に浮かぶところまでよく持っていったなぁと感心します。相当急いで作ったか、建造に関する労役投入のノウハウを、支援者からしっかりと叩き込まれたという感じでしょうか。例えばの話、最近の日本の潜水艦ですと、建造スタートから浸水まで2年、そこから偽装して引き渡しまで2年、それに配備まで1年とみなして、実質5年で戦力化というスピード調達をしているので、ここら辺りを意識したと考えれば、台湾のこのスピードは納得できます。実は、日本の場合、毎年、必ず、1隻の発注が来ることになっています。これは、世界的にもあまりない状況ですが、このルーティーンを、若干の無理をしてでも維持しているからこそ、こういったスピード建造ができているのです。しかし、台湾はどうなっているんでしょうね。この潜水艦に関しては、韓国の大宇造船の系列会社が起こした産業スパイ事件や韓国顧問団の費用請求問題、台湾側メーカー担当者の逮捕など、いろいろありました。逆に、言えば、それだけ、韓国産業界の関与が深かったということになるでしょうね。韓国も日本に負けないように、潜水艦年一艦建造を行っている国ですから、その辺のノウハウが台湾に投入されているのかと推測されます。台湾の潜水艦の中身やスペックが公開されることは当分ないと思われますが、外観だけでも見えるようになるのが楽しみですね。やはり、IHI 社製 XF9 を取りに来たイギリスといいますか、日英共同開発が公式に発表となり、今後、日本の F3 戦闘機開発が加速していくものと考えられます。今回は、F3 戦闘機開発ではなく、ロールス・ロイス社でも苦戦している XF9 ジェットエンジンを詳しく見ていきますね。日本の技術は、エンジンだけでなく他のパーツ群でも高い性能を誇っています。イギリスは日本のそんな先進的な技術を欲しがったのでしょうね。XF9 は超小型で高性能で総発での使用を検討されています。さて、どんなエンジンなのか見ていきます。2022年も最後の月である12月に入ったが、日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で新たな戦闘機の共同開発を行うことが正式に発表された。すでに12月に入った段階で日本を含め複数のマスメディアがこの状況を報じてきたが、9日、ようやく公式に発表があり、日英での共同開発が本格的に稼働する、今や遅しとそのプレスリリースに目を光らせている方も多いのではなかろうか。日本の航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機に関しては、おおむね次世代戦闘機と呼称されており、同機がそうであったように、日本側が開発の主導権を握る前提とはいえ、当初は、やはり、アメリカとの共同開発が、最も可能性が高いと、目されてきた。その場合、現在のいわゆる第5世代戦闘機を、F-22 ラプター、そして、F-35 ライトニング2と、次々に世に送り出した、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が、マストと思われていたが、2020年末頃より、
別の可能性も囁かれ始めた。それは、自国では、ユーロファイタータイフーンの代替機の開発を、テンペスト計画として推進しているイギリスとの協調であり、それに加わっているイタリアも含め、新たな日本の次世代戦闘機開発のパートナーに浮上てきたのだ。もともと、イギリスが自国の BEA システムズ社を主幹として言っているテンペスト計画には、これまでも日本の参加を歓迎する雰囲気が横行しており、ヨーロッパの次世代の戦闘機を開発することの主導権を強化したいとの思惑が大きかった。これは、フランス、ドイツ、スペインが進めている FCAS、フューチャーコンバットエアシステムへの対抗上からも、イギリスが自国主導のテンペスト計画への参加国の増加を推進したいと、希求していたことが大きかった。こうしたイギリス側の思惑と同様に、日本側でも、次世代戦闘機の開発には、自国の都合を最優先可能な技術支援先を欲していたことがあり、イギリスと日本両国の政治的な次期戦闘機をめぐる利害が図らずも一致した形となった。この流れから、イギリスと日本とは、今年2022年1月には、新たな戦闘機に搭載することを前提とした、その機関部の開発を共同で行う実証事業をスタートさせ、前者からロールス・ロイス社、後者から IHI 社が参画することになった。イギリスのロールス・ロイス社は、自国主導のテンペスト計画でも、機関部を担当するほか、既存のユーロファイタータイフーンに搭載されている機関部、EJ200 の大元の設計を担ったことでも知られ、世界的なエンジンサプライヤーである。ただし、テンペスト計画用の機関部に関しては、ロールス・ロイス社は、未だ開発に苦戦しているとも伝えられており、実証機を含む試作の機関部が出来上がったというようなニュースも、これまでのところは聞こえてきていない。昨年2021年に開催された、軍需品の展示会である DSEI2021 において、テンペスト計画で採用が見込まれる機関部とは、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、2000度以上のタービン入り口での高温への耐性等が打ち出されていた。そして、これらの過程で、機関部に発生する熱を適切に冷却し、敵のレーダーセンサ等の探知から、機体そのものを目立たなくすることも、同時に求められており、その意味でのステルス性能の追求にも、注意が払われている。また、現行のユーロファイタータイフーン搭載の機関部、EJ200 に比して、10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーセンサ類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的な兵装にも使用可能とする方向だとされている。こうしたイギリスのロールス・ロイス社のテンペスト計画に向けた、機関部の開発への取り組みがある一方、日本で、機関部の開発に従事することとなる IHI 社も、すでに、次世代戦闘機に搭載するエンジンには、ベースができている。それこそ、IHI 社が、現、防衛整備庁からの依頼を受け、2010年から開発を進めた XF9 エンジンであり、これに先立ち、2008年度までに、同社が開発を行ってきた XF5 エンジンをベースに、さらに、次世代戦闘機への搭載を目指したものだと言ってよい。IHI 社における XF9 エンジンの開発は、大きくは、3つの段階に分けて、年を追って進められ、最初は、2010年から2015年にかけて、高温に耐えうる燃焼機と、高圧のタービン、そして、軽量なコンプレッサーなどの、主要な部分の研究から、始められた。そして、次の2段階目として、一部の機関は、並行しながら、2013年から2017年にかけて、前述の主要な部分に加え、吸気口のファンや、低圧のタービン部分の研究を追加で行い、次期戦闘機搭載時に求められるエンジンの必要要素を網羅した。
最終的には、ここでも、一部の期間を並行させつつ、2015年から2019年にかけて、第一段階、及び第二段階で得られた技術的な成果をもとに、戦闘機用のエンジンとして組み上げられ、これが、試作機の XF91 エンジンとして、完成を見た。IHI 社製の試作機の XF91 エンジンは、1機が、2018年6月に、防衛装備庁へと無事納入され、以後は、およそ2年間にわたって、その動作と性能を検証する作業が続けられ、試作機ながら想定されていた、数々の数値を見事にクリアすることとなった。XF91 エンジンにおいて特筆すべき項目の一つとして、2017年6月に達成した、タービン入り口付近の温度において、およそ1800度の高温をクリアしたことが挙げられ、世界まとめても、非常に高い温度で動作することが確認されている。これには、各タービン周りの部品に、ニッケルコバルト元、ニッケル単結晶調合金、セラミック元複合材等の素材の使用や、その加工技術などの難易度の高い工作工程が活かされており、当時も大きく注目された。XF91 エンジンは、全長が 4.8 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.0 メートルで、アフターバーナー使用時の推力はおよそ 15.0 トンであり、戦闘機用のエンジンとしては、かなり大型の部類に属するが、その使用と性能は世界基準に達している。例えば、F-35 ライトニング2が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンは、全長が 5.6 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力は、およそ 19.5 トンとなっている。この比較で見ても XF91 エンジンは F135 とほぼ同サイズというか、よりスリムに仕上がっており、アフターバーナー使用時の推力も一見劣るように感じられるかもしれないが、前者は双発、後者は単発という相違点がある。XF91 エンジンは試作機であるため、これらの数値は、いずれも地上で実施した検証結果で得られたデータではあるものの、最新のアダプティブサイクル方式を採用しており、エンジンそのものの大きさに比して高出力を誇っている。アダプティブサイクル方式は、搭載した機体が上昇する、巡航する、戦闘時の高機動を行うなど、様々な異なる条件下で、最適な性能を引き出すための工夫で、かつ前述したように、F-35 ライトニング2の F-135 エンジンよりもコンパクトである。この、XF91 エンジンのコンパクトさは搭載する機体にとっては、別の用途に空いたスペースを振り向けることを可能とし、例えば搭載する燃料を増加させたり、兵装を増加させたりと、用途に応じた運用の幅を広げることに貢献するだろう。日本では、IHI 社のたるまぬ企業努力によって、このような XF91 エンジンの製作に行き着いているが、イギリスのロールス・ロイス社と共同開発を推進する中で、これまでに培われた技術が、いかに活用されるのかからも、目が離せない。日本の通常動力型潜水艦が世界屈指となる中、世界の原子力潜水艦の廃棄が30年も進まない状況が、この度世界に発信された。今回は、原子力潜水艦の原子炉廃棄を詳しく深掘りしていきます。オーストラリアも、
世界に原子力潜水艦導入と堂々と発表しているが、廃棄まで考えていないのではないのかな。日本は原子炉よりもはるかにいい燃料電池を考えているとか、いないとか。2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では、動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているが、世界の海軍に目を移せば、多数の国が保有と運用と、そして、一部で、退役後の保管も行われている。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に、現ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めている。そもそも、原子力推進方式の航空母艦を、この2023年時点で保有、運用している国は、アメリカとフランスの2国のみで、前者が、ニミッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻、後者が、シャルレ・ド・ゴールと、合計でも12隻しかない。しかし、アメリカは、世界初の原子力推進型の航空母艦として、1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は、3年後の2015年5月から着手した状態である。このエンタープライズの原子炉の処理は、IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社は、アメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計、建造、燃料交換が可能な唯一の造船企業である。エンタープライズは、アメリカ海軍のそして、世界で、初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は、未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっている。エンタープライズには、ウェスティングハウス社製の A2 ワット加圧水型原子炉が、合計で8機も搭載されており、その撤去には、一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも、多額の費用が必要となってくる。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを、実際に記念艦として復元し、保存することの意義については、意見が分かれている感もあり、実際に、最終的な措置がどのように推移するのかの決定には、未だ、しばらく時間を要すだろう。ちなみに、エンタープライズという艦名は、アメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・ R ・フォード級の3番艦として、2022年4月に寄港されたものに、すでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みである。そして、今後のアメリカ海軍では、1番艦である、ニミッツが、1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有、運用中のニミッツ級の退役も、50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りで、その対象が増加していく。ミニッツ級は、原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体は、わずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についても、その工数は下がっていると思われる。エンタープライズの場合、8機も、原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なくも積もっても、およそ1000億円弱、多ければ、その倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は、優に、通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵する。さて、続いての原子力潜水艦であるが、こちらは、2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国が保有、運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、
オーストラリアがこれに加わることが確実になっている。こうした中で、西側諸国の中ではアメリカとフランスが退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるが、残るイギリスはといえばこれを実施し始めたのは最近である。それまでイギリス海軍は退役を迎えた原子力潜水艦を特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があった。前述したオーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、オーストラリアはまずアメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を少なくとも5隻は調達するとめされている。その後、イギリスとの共同開発によって、軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるのだが、やはり、その退役後の処分には、イギリス流のやり方が有力視されている。すなわち、オーストラリアでは、今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に係留して保管し、しかるべき時期を経た後に、最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだ。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として、原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に、自国で、未知の領域である、原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているのだろう。さて、そんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月に、アメリカの IHI、ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、イギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表した。今回のこの両社の契約の目的は、アメリカとイギリスの両国において、今後も、退役後に、原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されている。前述したように、アメリカ海軍は、2025年以降に、ミニッツ級航空母艦を、巡送りで、10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越して、その能力を高め、かつ、同盟国や友好国にも、その技術を戦略的に供与する意図がある模様だ。こうして、アメリカとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも協調、協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろう。フランスとしては、急遽のオーカスの締結によって、本来、自国がオーストラリアと進めていたシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を放棄にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうか。さて、イギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から初の解体処理に着手したことが報じられている。今回 SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが初の解体処理に着手した対象は、1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアである。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして、一番艦であるスウィフトシュアは、
1992年に退役をしたため、実に31年もの係留・保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け、燃料と放射性物質の除去を実施する。SDA サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフト州の解体作業については、従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている合材や部品は、9割以上を再利用もしくはリサイクルが可能と述べている。イギリス海軍は、スウィフト手話級より、以前のバリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻もすべて係留、保管しており、今回のスウィフト手話は、予定では2026年内に解体を終えるとしている。